日本兵庫県伊丹市伊丹伊丹は、兵庫県伊丹市の地名。現行の行政地名は住居表示実施済みの町邸が、伊丹1丁目から伊丹8丁目まであり、他に住居表示水施の大技伊丹が稲川と、母川の分岐点にあたる上津大橋の南側にある。2011年10月1日の伊丹市による、推計人口は6793人。 郵便番号664-0846。稲川の西岸にあたる地域。地名の由来は糸、磯伊糸海からの転化とする説や、稲川の南北に板橋が架橋されていたので、万丈と呼ばれていたものが転化したとする説など複数、あり、はっきりしない。伊丹一から八丁目は、北で、北本町、北東で富士の木、東で、東やりか、南東で、 天ヶ崎市稲寺、南で、南町、南西で、南本町、西で、中央、北西で宮の前と接しており、北北の一点で北河原ともわずかに接している。大和在民は、上密大橋の南側にある事実上の飛び地となっており、稲川をまたいで、東で森本、南で大和口地境、茂川をまたいで、西で、東有岡と接している。 大和在伊丹に属する障子は菓子城一つのみで、人口は霊人である。旧節国河辺郡に属し、永正十七年に伊丹城、後の有岡城が建てられた。天正六年、有岡城主、荒木村重が、織田信長に対する反乱を起こし、織田軍に鎮圧された。江戸時代には、この家の所領となり、稲野神社の門前町から発展した伊丹郷町は、 酒造業で栄えいた未酒は、全国的に著名なブランドを確立したが、18世紀以降は、名良伊佐の流星に押されて衰退した。1878年には、軍区町村編成法の施行により、川辺軍役所が、現在の中央三丁目に置かれ、軍の中心地となった。1891年には、川辺馬車鉄道が甘崎から当地まで開通し、鉄道、 半角鉄道、日本国有鉄道を経て、現在の JR 西日本福知山線となっている。町長としての伊丹は1976年に成立し、住居表示実施に際して電信、東、有岡の一部を編入した。JR 伊丹駅かどかは166ページ。伊丹に置かれた川辺郡役所かどかは169ページ。ありがとうございます。